お疲れ様ですカーグイアーですすグ今回もガが如くサブストーリーやっていきたいと思うんですけどこの動画元の音声が入っていませんでしたガが如くの音は入ってるんですけど自分の声が一切入ってなくてですねというわけで今後付け音声でございますまたねあの文章読んだりとかはめんどくさいので何やったかっていうのだけは伝えようかなと思いますでまず最初ヴィンセントに来て2000円札を渡していきたいと思いますで調べたというかやって 出たら分かったんですけど2000円札1回渡してもう1枚探しって,もう,してもう1回渡してを繰り返さないといけないらしくてなのであの探すところは基本カットしてっていうのでやっていきたいと思いますじゃあ探していきましょうとりあえず1枚持ってるのは渡しておきますでこれがめちゃめちゃ美味しいんですよねやっぱり聞いてた通り2000円札をあの2万円に変えてくれるんですよめちゃめちゃありがてい まあけど金そんなにいらないんだけどね今の現状というわけで次の2,000円札を探しに行きたいと思いますあ1枚目この顔真っ赤なおっちゃんよくわかんない札持ってんだけどこれやれよっていうふうにくれましたというわけで私に行きます3枚目はバスで両替をして4枚目は劇場前のゲーセンで2,000円札を5,000円で買わないかって言ってるやつがいるので買い取って 最後あのセレナの近くのポッポかなんかのコンビニでえっと2,000円札を両替してあげるとこれで全部集まりましたね2,000円札が認知されなさすぎて偽札扱いされてるのがめちゃめちゃおもろいはいこれ最後2,000冊札を渡してるところですねで約束のお礼の2万円とあと高梨からお礼として2,000円札をいただきました 集めてくれた2000冊の1枚さまあ爆発的にあれが出るっていう人気が出るかもしれないって言ってるし歴史があるからまあその記念としてちょっと持っといてくれよみたいな感じで渡された感じです。<laughs> まあねこの2,000円札自体に、ね、まだ5年しかたってない状態けど何か集めたっていうふうな歴史も1個生まれたわけだからそれの記念に取っといてくれやっていうことを言いたいっぽいですね。 本当はね、本当はね、というか、撮影してた時はね、ああ、2000円札本当見なくなったよね、とか、そんなね、いろいろトークしてたんだけどね、それが全部パーになったって考えるとね、悲しいな。それも僕の一つの歴史っていうことでいいですか。本当に、まあ、そうだね。そうだね、っていうか、<laughs> 数年後に本当に目に触れなくなったからね。今もどっかで誰かが保管してるのかな。というわけで、この2000円札のサブストーリーが無事に終了したので、次に行きましょう。 で時間はちょっと遡りましてこちら2,000円札を探してる時の映像でございますただちょうどこの景観がサブストーリーのトリガーになっておりましたちょっといいかなって声かけられて職質をされてる途中です何でお前に話さなきゃいけないんだまあまあまあとりあえず身分証明できるものとかあるかなって持ってないですよね桐生さんは残念ながらでとりあえず見せる義務はないと言い張って逃げようとすー 公務執行妨害だよとかいう警察嫌い俺、うんうん、たまにいるよね高圧的に来る警察あっちは高圧的に来なかったらこっちだって優しく対応するのになぜかさ最初から高圧的に来るからさ「何だお前」っつってなっちゃうんですよね、まあ、喧嘩はしないですけど「見せろ」って言われたらケツの穴まで見せますけど身分証明できるものないとか言ってたら、えっと、この警察官なんかお金を出せば見逃してやるよみたいなことを言ってるんですよ 賄賂を渡してあげればまあ今回見なかったことにしてやるから早く金出せよっていう話をしてきましたまたそうは今日ないですよねうちの桐生さんそんな金出すとかしないんで何よ<ー>いそれじゃ拳ごぼうがいだお前みたいな極道いくらでもショッピック手はあるんだからな <laughs> お上で権力ダメじゃねえぞあんこいつもこいつでちゃんと出いんだよなでここで全く違う人が出てきてヤクザっすねなんだお前は なんだお前はじゃねえよてめさっきはよくも騙しやがったな,な一体何のことだね何がどうなってるんだネタは上がってんだよこの偽警官がというわけでこの警官は偽物でした警官の格好をしてヤクザとかそういうのから金を巻き上げるだけのクズ人間というわけでしたヤクザの怖さを知らねえバカ人間ですね でここでヤクザがドス持っても追っかけ回すっていうストーリーですねまあこのサブストーリーは後々やっていく感じでございます今回はやらないです確かきっとおそらくメイビーでこちらも同じくあのー、2,000冊探しの途中で起きたやつなんですけど西田から電話がかかってきて親父が西公園の入り口で待ってますということで親父が言うにはこれが最後おじきが10年のブランクを克服,克服したかどうか最後の確認をしたいって言うてはりましたっていうことって マジマ兄さんとの最終決戦っぽい感じになりましたなのでこのあとね西公園に行きたいと思います<ー>はいというわけで西公園に来たら真島兄さんがタバコを吸ってました汚きりゅうちゃん<ー>西田から聞いた最後の確認をしたいってなさ<ー>や今回はお前が堂島の理を取り戻したのかどうかそれを確かめるための勝負俺の呼び出しに応えてお前の意思でここに来たんや数字がどうこうは関係ないそうやな ほな念のため聞くで俺と喧嘩してっかでやるを選んでボコしまーすボコボコの防護にしますここで蹴りつけてね兄さんとはお別れしよう今までありがとう兄さん本番堂島の竜見せてもらうで堂島の竜堂島の竜言ってるところ悪いんだけどさ俺堂島の竜スタイル全く使えないからラッシュスタイルで行かせてもらうよって言ってましたねこの時確か。 つうわけで戦闘部分は何かあるまでだいたいカットです <laughs> で何事もなくラッシュでボコすだけでございました <laughs> <laughs> 惜しいもう少しやほんまにあとちょっとやのに <laughs> <ん>何まだ足りねえってのか<ん>キリちゃんあとちょっとや お前の力はそんなもんやないお前はもっと強くなれる諦めたらあかん俺も粘るからお前も粘れ <laughs> っていう風な感じであの因縁に蹴りはつきませんでした <laughs> さすが <laughs> !SS まで行きましたねいやー結局まだ真島の兄さんとは戦わないといけないっていう感じでございますで次またサブストーリー進めようとしててこの女ですねなんだかんだ言ってやっぱり私と遊びたいんでしょうに あーっていう風に返しましてそれじゃあ行きましょうってどっか連れてかれました連れてかれた先はホテル赤レンガさあ入りましょうこのストーリーはね結構おもろかったんお前行ってどこに行く気だどこってもう桐生さんったらハートついてんの腹立つな怖男らしくああ一緒に行こうぜそれじゃあ行きましょうって ここで暗転しながら何かが起きていますお、お前お男じゃないか <laughs> しまっ <laughs> ここで体力めっちゃ持ってかれてるの好きなんだよな <laughs> 最高だったわ <laughs> 楽しかったわキリュウさん <laughs> あらあら方針状態になってるのかしらごめんねキリュウさんさすが俺の弟だなこうやって方針状態にしてから男の裁縫をいただこうだなんてなんか知らぬやつが出てきました なこいつ弟の手クでまだ意識を保ってるだともうねやることはやったんでしょうね多分くクソ俺がもう一回意識,意識飛ばしてやんよっていうことでヤクザとの戦闘ですまあこのヤクザそんなに強くなかったんでねラッシュのフィニッシュブローで瞬殺でしたねはひひおお姉ちゃん大丈夫というわけで実はこのヤクザがお姉ちゃんでした <laughs> <laughs> あべこべ <laughs> それは私のお姉ちゃんをいじめないで私が敵取ってやるわって <laughs> こっちは名前ちゃんと出るんですよ岡田マスオめっちゃ男らしい名前なのに見た目は女でこっちの岡田マスオ案外体力多いんですよ強くはないんですけどあのー、やっぱり姉貴と違って体力が多いんですよねでこいつも同じようにボコしますこのビジネスバイクで吹き飛ばしましたとさ 二人揃ってなんんかかわけわけねえこいつら降参降参もうこれで勘弁して黒帯,何だ黒帯っけってああそうな投げた時に力が入りそうだって言ってるからあのー、投げ技の攻撃力上がるやつですねまあ一応持っとこうっていうことで身が悪いしと交換しました誰が謝るかや2人して全く同じ逃げ方すんだよなこのゲームもう二度とお前泣いてなきゃ死ないよ これからは女には気をつけよう <laughs> キルさんあれ男だよ男の経験人数が1人増えましたね元からいるかどうかは知らんけどというわけで1個サブストーリー進んだのでもう1個近くにねサブストーリーがあるのでそっち行きたいと思いますはいサブストーリーこのおじいちゃんですあけケンジケンジじゃないかということで薄い汚れたホームレスにケンジと間違わられています間違われてる間違えられていますやっぱりケンジじゃないかわしだほらお父さんじゃよ ああ、不の息子。まったくなんだ、そのクザみたいな格好しようって。いや、ちょっと待て。キリュウさんは完全に間違えられております。わしらが一体どれだけお前のことを探していたことか。どうやら俺を誰かと勘違いしているみたいだが、訳がありそうだし、じいさんのためにも少し演じてみるべきか。お、お父さん <laughs> ちゃんと演じてるキリュウさん優しいな。やっぱりケンジか。 バカン今までどこをほっつけ歩いとったんじゃ、ええ、母さんはなこの夏先に行ってしもったよわしもこの先それほど長くはないじゃろうだがこれで心残りはなくなったわいわしはなずっとお前に謝りたいとそれだけを思って生きてきたんだ、うん、うむこんなところで長話もなんだあとは四福通り沿いの公園に来ておくれ今はそこがわしのねぐらなんじゃお前に渡したいものがある分かったな というわけで次は公園に行く感じでございます。で、カットです。はい、というわけで公園に着きましたが、玄さんがいないってやつです。で、ヒゲズラのホームレスがいます。玄師、ええ、さんかいと言われてるので、とりあえずそう見てただなと。ケン師ではないけども。ははは、話は源さんから聞いてるよ。でも悪いが源さんちょっと出かけてるんだ。玄師さん。 あ,あ本名は知らんが俺たちはあんたの家事をゲンさんと呼んでるんだちなみに俺は周りからタツって呼ばれてんだどうやらタツ年生まれたからって理由らしいがよゲンさんもすぐ戻ってくると思うんだがおっと噂をするゃゲンさんから電話だこういうホームレスの人たちって本名は別に教え合わないんだね仲良くてももう息子さん来てるぞふんふんえおおいゲンさん なんか玄さんに起きたみたいです。今どこにいるんだくっそーなんてこった分かった。すぐに行くからな。<ん>どうかしたのか玄さんはホームレス狩りにあったらしい。チャンピオンがいた。なあー、ケイジさんすぐに行ってくれないかっていうことで、えっ、ー、と、ホームレス狩りがいるので、ボコボコにしに行くという感じでございます。チャンピオン通りへ向かいます。はい、チャンピオン通りの方に着いたら、玄さんが倒れていったので、とりあえず話を聞きましょう。 おお賢治じゃないかへっへへ,へみっとも寝、ね、姿で悪いな一体何があったんだガキどものホームレス狩りだとよ大人数が相手じゃ何の抵抗もできんかったお前に渡そうと思ってたもんも持っていかれちまったどんなやつらだったんだへっただのガキどもさ西公園の方へ向かっていったまだ遠くには行ってねえと思う頼むケンジ 俺のものもをららから取り返してきてきくれ頼むというわけで楽器をぼこしに行きまーすで西公園に着いたらいかにもっぽいガキどもが集まってます論言の不良となんかスカジャン着てるやつとジャンバーのやつとあとよくわかんねえタバコ吸ってるやつでこいつらがホームレス狩りの連中っぽいのでとりあえずぼこします 堅いのい,い不良チャンピオン街でゲンさんやったのはお前らかゲンさんっつっても分かんないだろうさっきのホームレスのことかな、うん、で俺らがやったらなんだってのおじさんもうマジこのロンゲ腹立つなそう、とりあえず取り戻そうやだって言ったらボコすに決まってんだろうやだって言っても言わなくてもボコすんだよ早くかかってこいやおっさん一回死んでみてよ誰がおっさんじゃい ボボコボコにしたるというわけでボコボコにしてきます。はいというわけでボコボコにし終わりましたとお仕置き完了。はいじゃあゲンさんから取ったもん出してくれ。早くごめんなさいじゃなくて。そうだ返せ。もう勘弁してください。しゃーねえな。ホームレス狩りとかマジでしょうもないな。結構ここでね面白いのが2人だけサッと立ち去っていくんだよね。 あとそこの右2人はどうすんだよってで罰をしたら進んでどっか行くっていう。でこれでゲンさんの財布取り戻せたのでチャンピオン街に戻りまーす。はいそれでチャンピオン街戻ってきたらゲンさんの姿はなく達さんがいました。で別に命別状はないのでしばらく入院っていうことらしくてまあとりあえずゲンさんの財布だけ渡そうかなと。というわけで返しました。 はい、タツさんに渡しました。で、そしたらタツさんか、なんか財布の中のこれはゲンさんからっていうことで、写真かなんかだったかなそうだね、ゲンさんの写真をもらいました。負けたな。キリュウさんがそれもらってもな、ケンジさんじゃないし。なあ<の>、あところであんた、ちょっとばかしに言いにくいことなんだが、んあんた、本当はケンジさんじゃねえんだろということで、タツさんにはバレていました。<laughs> すません全然あの賢治さんじゃないですすいません桐生和真ですさっき桐生忍と源さんの懐から日記を見つけたんだ賢治さん海外の紛争地域に医療ボランティアに行ったっきり消息を絶ったそうだよ常識で考えればおそらくもう行きちゃいね多分源さんも分かってるはずだそうだったのか現在賢治さんに似てるあんたは息子さん,息子さんだと思い,思い込みたかったんだな っていう感じです、ね、本当にあれなんだね。桐生さんには似てたんだね。で身代わりしちゃいっぱい持ってるのにいらないです。<laughs> 優しい嘘をついてあげた桐生和馬であった。というわけで今回サブストーリー進めたのは以上でございます。すいませんね本当にあの音が入ってなくて。でこの後の編集データ確認したらちゃんと声入ってたので多分大丈夫だと思います。 で今回はぼちぼちサブストーリー進んだので動画終わりたいと思いますまた次回もねサブストーリー進めていきたいと思うのでよければご覧くださいまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ